えー、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の32日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、8月に入りまして、東京は梅雨明けということなんですけれども、ね、厳しい暑さがまた始まりますから、あ体調管理の方十分留意しながら進めていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。 私が行政書試験を受けたのって、まあ、2006年の時だったんですけれども、まああれからこんなに経ったんですね。まあ2020年ということになりますが、あの頃に比べても、とにかく今社会の流れ、ビジネスの流れ、 速いですよね。速度が半端なく速いと。これ私もいろんなね、経営者仲間と話をしたりとかすると、もうとにかく時代の流れが早いから、もうサービスをですね、開始するまでの速度をもう上げていくしかないと。もうとにかく動いて動いて動きまくるしかないんだと。まあこういう話、まあよく聞くんですよね。皆さんももしかしたら、あそういう周りがですね、ものすごいこう速度で進んでいく、えー、いる、そういう環境の中にあるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれどもね。 で、そういう中、やっぱり勉強を続けているときって、なんか停滞感があったりとか、焦る気持ちってありませんかね。私、2006年でしたけれども、やっぱり受験勉強しているときっていうのは、何かこう周りに置いてかれているような気がしてしまって、すごくですね、焦りがあったのを覚えております。どうなんだろうかっていうところですね。 で、私も自分自身で今会社経営とかしているわけなんですけれども、ただ結構大事にしているのが、私はやっぱりこういう行政ホーム、まあ許認可関係ということでありますけれども、こういった行政ホームの専門家であるポジションっていうのは実は結構大事にしておりまして、で、専門家であるためには、どうしても勉強してないといけないんですよ。で、この、まあ動きながら勉強するっていうのももちろん大事ではあるなと思うんですけれども、どうしてもね、やっぱりね、 こういう法律の勉強とかって腰を据えてしっかり勉強する時間を確保するっていうのも私結構大事なんじゃないかなと思っておりましてですからまあ今日なんかもね土曜日で一応休みではあるんですけれどもねオフィス自体は土日は休みにしておりますけれどもこういう時間でちょっとじっくりですね行政法の本読んだりとか普段平日ってなかなかできないもんですからそういう時間を取ったりとかっていうのを続けているわけなんですが え、こう、受験勉強とかしてるときっていうのは、腰据えてじっくり勉強しますよね。えー、この時間というのは本当に重要だと思います。えー、世の中そういうふうに動け、動け、動け、動けっていう時代だからこそ、あんまりやっぱり腰据えてじっくり勉強する人っていうのが少なくなっているんですけれども、ただどうしてもですね、そういう人の知識って世の中的に大事だし、そういう人いないといけないんですよ。 だからやっぱ専門家で、えー、仕事をするというのは私はやっぱりそういうことなんじゃないかなと思いますから、えー、何が言いたいかというとですねまあ、あの焦る気持ちというのもあると思うんですけれどもちょっとねじ勉強時間をしっかりとって故障されて勉強してることに対しては もう自信持ってやっていただきたいなと、もう、もうそれはね、本当に重要だし、もう素晴らしいことだと思いますから、じっくりですね、しっかり考えて、時間を取ってやるということをですね、自信持ってやっていただきたいと、まあ、そんなふうに思っております。 はい、えー。じゃあ今日からですね、えー、32条行政指導というところに入って参りたいと思います、えー。行政手続法はですね、処分行政指導届けで命令等を定める手続きという4つについての規定が定められています。今日から行政指導ということになります。この行政指導っていうのは、 あまあ実務をやればやるほど、まあ興味が尽きないといいますか、まあぶつかるんですね。この行政指導にですね、悩まされる瞬間というのがめちゃくちゃあって、そういう意味でこの行政指導というのがいかなるものかというのをですね、結構語りたいこといっぱいあるんですけども、まあ時間が許す限りですね、いろんな話散りばめていきますから、あこの5日間行政指導についてしっかりね、見て、まあ理解を深めていくことにしましょう。32条から36条までの条文というのは、まあ読んでみるとですね、 まあ結構なんか当たり前のようなことが書いてあって、ああ、そうなんだ、みたいなね、感じがしてしまうんですけれども、その当たり前のことがですね、ちゃんとできていなかったり、えー、行政指導って言ってるけど、めちゃくちゃなんか強制力伴ってんじゃん、みたいなことがですね。要するにまあ今考えると、まあ違法な行政指導であるとか、不当な行政指導であるなんていうことが、まあ日本ではですね、古来から伝統的に続けられてきたっていうところもあって、行政手続法では一定の規制をかけているわけですね。 えー、当たり前のようなことが書かれているというのは、当たり前のようなことができていなかった現実があるということでもあります。32条から36条まで、えー、しっかり見ていくことにしましょう。今日は行政指導の1本目、1発目ということになりますから、2条の6号には定義が書かれていたので、定義ちょっとだけ確認していくことにしましょう。定義です。はい。 見ていただきまして、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定のものに一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言。その他の行為であって処分に該当しないものを言うんだ。指導とか勧告とか助言という言い方ではありますけれども、一言で言うと、行政が国民に対してするアドバイス。 アドバイスというふうに思っていただければ結構です。強制力を伴わないアドバイス的なもの、これが行政指導であるということになります。まあ、正面に該当しないものっていう言い方していますから、まあ、アドバイス的なものであってで、それが国民の法的地位に影響を与えない、国民の法的地位を左右するものではない。まあ、こういう意味なんだということになります。 えー、皆さんも行政指導って受けることありませんかね例えば、私ですね、まあ、あの、ここまで、この事務所までですね、自転車で通っているんですけれども、 えー、なるべく電車乗りたくないと思ってですね、あの自転車で通っているんですが、あそうするとですね、結構その私夜中にですね、帰ることが多いもんですから、そうするとあの自転車で、えー、まあなんかあの警察がですね、待ち構えていて、ちょうどね、私ね、こう雨でライトが壊れてしまってて、で、そのまま気づかないままでですね、帰ってしまったんですね。で、そしたらあの、 ライトつけてください、なんてことで、警察に止められるじゃないですか、よく。ライトつけてください、なんて言われて。で、それで、あの、止められまして、で、防犯登録確認してください。確認させてください。名前何ですかとかですね。まあ、いろいろ言われるわけですね。まあ、ああいう時もいろいろ考えるんですよね。ああ、これは、その、ライトをつけてくださいというのは、 え、いかなる法的性質なものなんだろうか、なんていうことを考えるわけです。確かに道路交通法とかっていうのは、あの、無灯火で、そうやって軽車両なんか自転車なんかもですね、乗ってはいけないなんていう規定があって、あとはですね、細かい自転車についてのルールとかっていうのは、東京都のあの、都道府県の公安委員会規則ですね。 公安委員会もルール作れますよね、行政立法。公安委員会規則なんかで決められてたりとかするので、で具体的にどのくらいのライあの、どのくらい光るライトをつけなきゃいけないかとかですね。そういうのって全部書いてあるんですよ。だからまあ、それに根拠規定がある法令に基づいて、で、本来的にはあれって違反すると罰則規定あって確か5万円の罰金かなんかなんですよね。で、ただ、 刑をすすまででいかないわけですよ自転車の二人乗りやめてくださいとか、あの、イヤホン聞きながらですね、行くと危ないですよとか、いろんなアドバイスすると思うんですけれども、あの、その処分をするところまで行ってない。あくまで警察はアドバイス的にですね、危ないからやめてくださいというふうに言うわけなんですね。法令の根拠があるアドバイスということにはなりますね、あれはね。ただし、 あの、法令の根拠がなくても、アドバイスというのは一応できることになっておりますから、行政指導というのは法律の根拠がなくてもできると、法律の根拠がなくてもできるとういうことになってまいります。 あるいはですね、新型インフルエンザ特措法なんかに基づいて、緊急事態宣言が出されて、で、営業自粛要請なんかが出されているわけじゃないですか。まあ、飲食店の皆さんなんかもですね、あの、22時以降は、ああ、営業やめてくださいなんて言われたりすることがあったりしますよね。この営業自粛要請ってなんだっていうことなんですが、要請という名前になってますが、あくまであれ、行政法学的に言ったら行政指導ですよね。え、強制的ではないと。強制的ではないんだけれども、 一定の場合、施設管理者に対して指示処分、指示処分もあれは行政法学に適当に言ったら不利益処分になるんですかね。まあ、指示処分 そして、および公表なんていうことで、公、ま、表、あ、というのも結構いろいろ概念があって、あれは制裁的な公表になってるんじゃないかとかいろいろ言われますけどね、公、ま、表、あ、なんていうものをされたりとかすると、まあ、あくまで営業自粛要請なんかについては、行政指導ということにはなるわけですが、日本ってやっぱり従いますよね。 特にあの法律に根拠のあるですね、行政指導ってなんかもうそれに違反しちゃダメというかなんかもう義務的な権力を背景にしてあの強制力伴ってるような感じに見えちゃうんですよね実際ね。だからなんかこう従わないと白い目で見られるっていうところもね、まあ社会的なそういった <laughs> 制裁をなんか受けそうな感じもするっていうところもあって粛々と従うんですよね。で、世界で見てもこの行政指導みたいなものっていうのは あるんですよ、他の国も。他の国もあるんですけれども、日本は古来からですね、この行政指導によって、かなりいろいなんとかしてきた、まあねじ込んできたりとか、国民は粛々とそれに従ってきたっていう、まあ、背景があって、で、 あの、他の諸外国のですね、えーまあ、行政法学者の研究論文とか見ますと、日本の行政指導を研究している研究論文とか結構あってですね、で,でもそこにはあのもうローマ字で、えー、横文字でですね、行政指導みたいな <laughs> え書き方がされてて、なかなか面白いなということではあるんですけれども、 この行政指導というのは、まあ日本はですね、かなり多様している現実があって、それゆえに問題も多いということなんですね。まあいろいろこう喋りたいことはつきないんですが、また時間がどんどん過ぎていくという感じがしますんで、えー、条文入ってまいりたいと思います、えー。32条という条文を見ていくことにしましょう。32条です。 行政指導の一般原則ということで、今日はまずですね、一般原則から見ていくことにしましょう。32条の1項です。行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、癒しくも、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはいけませんよ、ということで、 例えばね、市役所の戸籍家の人間が、ね、戸籍え、戸籍を担当している人が、急になんか、あの、違法建築物に対してですね、この建築基準法を守ってください、なんていうことで、えー、なんか建築基準に関しての行政指導をですね、行うって言ったら、いやいや、あなた戸籍家の人間でしょっていう話になりますから、まあ自分のですね、仕事の範疇でやってくださいねと。 いうことなんですよね。えー、まあ、そうですね。自転車のそのライトつけてくださいっていう話とかも、やっぱり、えー、警察ではないですね。経済産業省の人が急にですね、自転車のライトつけてくださいって言うと、えー、誰なんですかみたいな話になりますから、あの、この所掌事務の範囲を逸脱してはなりませんよと。自分の仕事の範囲でやりましょうね。まあ、当たり前ですね。えー、ということになります。 そして、えー、および行政指導の内容があくまでも相手の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないと。これがだんだん公務員として活動しているとわからなくなってしまってですね、行政指導に従わない奴は悪だみたいに思ってしまう方がいらっしゃるんですが、行政指導というのは、とにかくあくまで任意の協力なんですね。任意の協力ということになりますから、それを吐き違えてもらっては困ると。 お、いうことになります。それに関連して第二項というものがあります。任意の協力であることを背景に、第二項をちょっと見ましょうね。行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないというふうになってますね。 で、任意の協力なんだから、まあ、従わなくてもいいでしょう、なんていうことで、従わなかったらどうなるかって言ったのに、不利益な取扱いをすると。行政指導に取り扱わなかったら、じゃあ、不許可処分してしまうからね、とか、営業許可の取り消し処分しちゃうぞ、とか、こういうことを言ってはいけないぞ、ということになります。不利益取扱いをしてはならない、ということですね。32条の行政指導の一般原則においては、 あまあ第一項のところで任務とか所証事務の範囲内でやらなければいけませんよ。そして任意の協力によって実現をするものである任意なんだということを忘れてはいけませんよ。 そして、えー、この行政指導に従わなかったからといって、不利益な取扱いをしてはならないということが第二項で書かれていたということになります。まあ、どれもですね、基本的にこの行政指導はアドバイスなんだから、強制力伴っているものじゃないんですよっていうことが分かっていればですね、えー、当たり前のことではあるんですけれども、なんとなく皆さんのイメージ的にも、この行政指導に従わないと何か、 ああ、まあ、怒られてしまうんじゃないかとかですね。 で、その許可が出ないんじゃないかとかですね。まあそういう不利益な取り扱いがされるようなイメージ持たれてる方多いと思うんですよね。まあ現実的には結構そういうことがあり得たりとかするので、まあ、この32条の一般原則というのは、これ実務においてもかなりこう重要な規定であるというふうに言っていいと思います。はい。えー、ということで、まあ行政指導について今日はお話をさせていただきました。はい。えー、じゃあ今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。